私は光、15歳の高校生です。現在は幸せに暮らしているのですが、9歳の頃悪夢のような体験をしました。母が物心つく前に亡くなり、当時父と二卵性の双子の弟ヒロシと3人で暮らしていたんです。でもね、小学校で同級生の話を聞いているうちに、自分の父親が他の家庭の親より子育てにかなり無関心であることが分かってきたの。他の家の親は子供におはようとかお休みを言ったり、遊びや旅行に出かけたりすることを知った時には驚愕でした。子供にこのガキがなんて罵声を浴びせることもないそうな。だけど父は有名企業に勤めており、お金も十分にあって、保育園や家政婦さんに世話をしてもらっていた私たちが特に生活に困ることはありませんでした。少し寂しい気もしたけど、うちではこれが当たり前なんだと思うことにして、父に対して不平を言うこともなかったんです。ところがヒロシが所属する少年野球チームが地元の大会で見事優勝したことと、さらに俺将来プロ野球選手になるとのヒロシの言葉を聞いた父の態度がそこから一変。父はヒロシに欲しいものを何でも買い与え、ヒロシを溺愛するようになりました。ヒロシは大会の間ずっとベンチに座っていたはずなんですけどね。そして父が溺愛すればするほどヒロシも変わっていきました。とある夜のこと、ヒロシ、お前が欲しがってたゲーム機買ってきてやったぞ。野球を頑張ってるご褒美だ。はあ、やったー。お前は将来プロ野球選手になって俺を養っていくことになるんだ。今は何でも言うことを聞いてやる。お前がプロ野球選手になったら、俺のことを感動しやがってどこやどもの鼻を明かせるってもんだ。絶対にプロ野球選手になれよ。任せて、ちょろいちょろい。それにしてもお父さんは俺のことはこんなに可愛がるのに、光のことは大嫌いなんだね。俺にはこうして何でも買ってくれるのに、光には誕生日プレゼントさえ買ってやったことがないじゃないか。私の目の前でヒロシはケラケラ笑いながら父にそう言いました。当たり前だろ。あいつは可愛がったところで何の得もないからな。何の取り柄もないクズが決め、我が家のお荷物だ。どっか行きやがれ。そう言って父は私の腕をガシッと掴み、強引にリビングから引きずり出しました。え、痛い。離して。我が家のお荷物、どっか行け。こんな感じに二人から邪険にされる毎日でした。でもあんなでも二人とも私の家族。本当は他の家みたいに家族三人で仲良くしたいなんて思っていたある日のこと、部屋で学校の宿題をしていると、玄関のドアが開く音がしました。どうやら出かけていた父とヒロシが帰ってきたみたい。二人は私の部屋のドアを開けると、ひかり、明日からみんなで海に旅行に行こう。驚きでした。父が旅行に行こうなんて言ってきたのは初めてだったからです。ようやく私も家族として二人に受け入れられるようになったんだ。この時の私は飛び跳ねたくなったくらい嬉しかったんです。翌朝、父は私を後部座席に、ヒロシを助手席に乗せて車を走らせました。前日楽しみすぎて一睡もできなかった私は後部座席で眠っていたんですけど、あら、起きろ。父の罵声によって目を覚ました私は上半身を起こして窓の外を確認しました。しかしそこに海はなく、大きな建物がポツンと立っているだけ。さっさと降りろ。私は父とヒロシによって強引に車から降ろされました。何が何だかわからなくて、車の中から見えた建物を眺めていたんですけど、児童養護施設と書いてある。そして間もなくすると建物から小柄な女性が男の子二人を引き連れてやってきました。はじめまして、私はここの施設の施設長でパニコです。ひかりちゃんね、よろしく。うちの施設はみんな仲良しなの。この子はナヨタで、こっちにいるのが達也で。じゃあ施設長さん、あとはよろしく。パニコと名乗った女性の言葉を遮って父がそう言ったので、私は小首をかしげました。すると、お父様、ひかりさんにはちゃんと説明したんですよね。はあ、説明しようがしまいが、施設に入れることには変わりないし必要ないだろ。
施設に入れる？嘘でしょ？瞬間、私は思わずその場に崩れ落ちてしまいました。そんな私を騙したの？せっかく人生初めての家族旅行楽しみにしてたのに、人の気持ちをもてあそんで、それでも二人とも家族なの？最低！そんな私を見て父はプッと吹き出すと、この際言っておくが、俺とお前はもともと血がつながってない赤の他人なんだよ。なんていう衝撃発言。血がつながってない？もはや頭の中はぐちゃぐちゃ。そんな私にさらに追い打ちをかけるように父は話し続けました。お前は連れ子だったんだよ。お前の母親も俺とは再婚だったんだ。ったく、あいつ邪魔くさい荷物を俺に押し付けやがって、本当にいい迷惑だ。お前、俺のことさっき最低とか言ったな。赤の他人の子供なのに、今の今までお前を育ててきてやったのはこの俺様なんだぞ。お前なんか早々に施設に入れてもよかったが、そうせずに今まで家に置いてやった俺様に本来なら感謝すべきだろ。ほんとだよね。そんなわがままな考え方をしてるから姉ちゃんは捨てられるんだよ。ま、姉ちゃんって言ったって他人だけどさ。さあお父さん、こんなクズ放っておいて新しいお母さんのところへ行こう。あ、新しいお母さんって？お父さん、再婚するんだよ。再婚？そんなの聞いてない。お前にそんなこと言わなくちゃならない義理はないぞ。そういうわけだから、他人の子を連れていけないし、もともとお前は邪魔だったし、このタイミングでお前を捨てようってことになったわけ。ああ、学校には転校するって届け出しておいたからな。私がボロボロ涙を流していると、パニコさんがさっき紹介してくれた男の子の一人、ナヨタがズンと一歩前に踏み出しました。そして、おっさん、なんてこと言うんだ、謝れと父に立ち向かっていったんですけど、黙れ！父はナヨタを突き飛ばしました。地面に転倒してしまったナヨタに、パニコさんと達也が大丈夫と駆け寄っている隙に、父とヒロシは車へ。放心状態で座り込んでいる私を置いて、さっさと走り去ってしまいました。待ってよ！私は地面に顔を伏して声を上げて泣きじゃくりました。すると、いつの間にか私の後ろにいたパニコさんが、今まできっと辛かったね、大丈夫、大丈夫よと私の肩に手を置きながら言ったかと思ったら、ぎゅーっと私を抱きしめました。それから私の養護施設での生活が始まりました。最初のうちはいろいろショックが大きくて誰とも話すことができなかったんですが、パニコさんやナヨタ、タツヤをはじめとする施設の子たちが私を気にかけてくれて、みんなそれぞれ事情を抱えてここにいるのに、過去に私以上に大変な思いをした子だっているのに、すごく優しいの。そのうち私は徐々にみんなに心を開いていくことができるようになりました。あいつらの夢を見てうなされることもあったけれど、みんなが私を支えてくれたんだから、今度は私がみんなに恩を返していかなくちゃ。新しく施設に入ってきた子が不安そうなら、今度は私が助けてあげるんだ。あんなクズな父親とヒロシを見返す意味でも、私自身はちゃんとしていよう、立派になろうと心に誓ったのです。それから6年の歳月が流れました。施設の前で幼い子供たちと遊んでいると、見慣れた車が止まりました。降りてきたのはなんと父とヒロシ。びっくりして思わず施設の中に逃げようとしたのですが、瞬間父にガシッと肩をつかまれました。離して！光、迎えに来たぞ。実は俺が勤めてた会社が倒産してな、新しい嫁にも逃げられちまってさ、ヒロシをプロ野球選手にするための金どころか生活費も足りねえんだよ。お前今高校生だろ、仕事を紹介するから、そこで俺らの分の金稼ぎやがれ。何言ってるの？いいから乗れ。父とヒロシが私を車の後部座席に放り込もうとしたその時でした。光姉ちゃんを離せと、さっき私と遊んでいた幼い子供たちが父やヒロシの服を引っ張って、それを阻止しだしたのです。
なんだこのガキども、カジが調子に乗ってんじゃねえぞ、社会の荷物のくせに。父がそう怒鳴って、一番近くにいた子を今にも殴らんと拳を振り上げたその時でした。何やってるの。間一髪パリコさんがやってきて、父の動きが止まりました。施設長、ちょうどよかった。光を連れて帰らせてもらうんでよろしく。こいつはうちの稼ぎ頭にするんで。父の言葉にパニコさんが一言。それならなぜ光をうちに預けたんです。あ、あなたうちに光を預けるとき、光のことを邪魔だとそうおっしゃってましたよね。いきなりやってきて今度は連れて帰るですか。都合良すぎでしょう。いや、でも俺は一応こいつの親なわけで。あなた光とは赤の他人だって言ってたわよ。父、パニコさんにグーの音も出ないといった具合。さすが切れ者のパニコさん。この人が口喧嘩とかで負けてるところ一回も見たことないもの。黙ってれば。俺はこいつをいやいや育ててやってたんだよ。その恩を今返さないでいつ返すってんだ。俺様に歯向かうな。父はそう言うなり、私とパニコさんに襲いかかろうとしてきましたが、次の瞬間、ものすごい勢いで何かが飛んできて、父の溝落ちにクリティカルヒット。見ると地面でスーパーボールがぴょんぴょん飛び跳ねていました。パニコさん、光大丈夫。施設の玄関から達也たちがこちらに走ってきました。達也が投げてくれたんだ。父は達也が投げたスーパーボールが相当痛かったらしく、コロコロクリーナーのように地面に転がって悶絶しています。実は達也、この施設の近くにある高校野球の強豪校に通っているんですけど、1年生にしてなんと野球部の4番でピッチャー。達也の投球を溝落ちに受けたんだから、そりゃ痛いでしょう。てめえ何しやがる。今度はヒロシが地面に転がっていたスーパーボールを達也めがけて投げたんですが、ヒロシのコントロール力ゼロの魔球は施設の看板に当たり、跳ね返ってなんとヒロシの口の中へホールインワン。あ、ほらほら、飲み込みそうになってしまってるようで、わけのわからない言葉を発しながら無意味に辺りを駆け回っています。この野郎、お前何が何でも連れて帰れと、父が私の腕を強引に掴もうとしたその時、急に父の体が宙に浮きました。何事かと後ろを振り向いた父は一瞬で顔面蒼白。だってそこにはとんでもなくがたいのいい大男が立っていて、父の体を軽々しく持ち上げていたんですから。大男がお久しぶりですねと父に言うと、父は涙目でカタカタ震え出しちゃいました。久しぶりってひどいな、覚えてないんですか。6年前、光がこの施設に来た時、あなたは俺のことを突き飛ばしたじゃないですか。あの時はお世話になりました。そうなのなよたね。あの時父に突き飛ばされたのが相当悔しかったみたい。以来鍛え始めて身長もすっかり伸びてね、今は高校のバスケ部のキャプテンで、あだ名はゴリなんだってさ。それであの時のお礼はどうやってさせてもらえますかね。なよたがものすごい形相で父をにらみつけ凄んだ瞬間でした。申し訳ございませんでした。父は未だ無意味に駆けずり回っているヒロシの体を助手席へ放り投げると、逃げるように車で走り去ってしまいました。相当なよたが怖かったんでしょうね。その後2人が施設に来ることはありませんでした。代わりに甲子園の予選大会でヒロシと達也の高校の野球部が試合をしたそうなんですけど、ヒロシはやはりずっとベンチに座っていて、達也が活躍するのを見ながらムキーッとハンカチを噛んでいたそうです。で、達也がヒロシと同じ部活の人に聞いてみたところ、ヒロシは練習をサボるわ、文句ばかり言ってくるわで部のお荷物だったみたい。そしてなんとヒロシは間もなく高校を辞めて働くんですって。就職難のこのご時世、父を雇ってくれる場所が見つからず、
林業の仕事がようやく決まって働き出したみたいだけど、かなりきつい仕事みたい。結局は続かずに、借金してお酒とギャンブルに逃げちゃったそうです。退学の手続きをしに学校へ来た父のやつれた姿を、ヒロシと同じ野球部の部員が、幽霊やらお化けと例えていたそうです。そのうち堕落した生活も破綻し、ヒロシは問題を起こして牢屋を出たり入ったり、父は借金取りから逃げるために各地を転々と逃げ回っていたそうですが、結局捕まってしまい、今はやばい仕事をさせられているとのこと。いい気味だわ。さて、一方の私はというと、相変わらず施設でみんなと仲良く楽しくやっています。そうそう、この間パニコさん、ナヨタ、達也と一緒に食堂で話していた時のこと。みんな、この間は本当にありがとう。何言ってるのよ、私たち家族なんだから当然よ。パニコさん、ああ、光感動泣きしちゃった。そんな泣くなってば。俺たちはいずれここを出ていかなくちゃいけないけど、出て行っても俺たちは一生家族なんだからな。その通り、血がつながってるとか私たち家族にはそんなの関係ないわ。私たちの絆は誰にだって切れやしないんだから。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。